田さんとかの話もさっき出ましたけど、個人的にはどう思われてます？そうですね。いや、あれはあれ書いたんだけど、捕まったっていうことにおいては 100% 自己責任、捕まったのは。捕まったのは。うん。だけど、まあ、それで行っちゃいけないとかね、あのどうか、それはまた別の話、うん。やっぱそういう情報を持ってくるのは、ね、必要だからね。やっぱ捕まっちゃダメよ。それだけは確か。うん、やっぱ周り心配させるしさ、いろんな、ね、ところからも聞かれるしさ、なんかやっぱ嫌じゃないですか。うん、ここでですね、ちょっと、まあ、だらけスピンオフ企画っていうのを、まあ、1個やっておりまして、でこのストップウォッチで見ないで10秒に近づけたら、このだらけステッカーをちょっとプレゼントしてまして、どうですか？だらけステッカー、はい、だらけステッカーが、あ、これ全部ってこと？そうです。で、米田さんの方が、まあ、9秒、9秒19なんですよ、見ないで、うん、マジ大津さんには9秒19を超えることができたら、このだらけステッカーをプレゼントしようかなと思ってるんですけど。マジですか？そうです。じゃあ大津さんのタイミングで、はい、どうぞ。はい、10秒42です。42か、オーバーだ。ってことは米田さんの記録は超えてるので、いただきしてた。あ、マイナスにするとね。そうです、9秒3ぐらいっていうの。マジですか？プレゼントいたします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ではスピンオフっていうことで。これすげえな。この後なんかどっか行く予定とかあるんですか？いや、まあ直近ですけど、はい、そのさっきも言った、まあ、今度我々はツアーやってるんでね、はい、27日から、まあ、少しですけど、うん、ケニア行ってきます、はい、まあ、それサファリ中心なんですけど、そんな感じですかね、はい、はい、ケニアの方です、はい、で来年ぐらいに入ったら、ちょっと場所は言えないんですけど、はい、自分のそういうのをね、やろうかなとは思ってますよ。また危険したい。あ、そうそうそう。だけどまあちょっといろいろ準備もいるんでね、お金、特にお金とかね。だからでもまあちょっとやろうかなと思ってます。はい。また何かあったら、はい、うん、声かけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。